しゃー、俺がオレニオンネマのめぐいんだ。今日はメッシにメッシを持たす、あのアルゼンチンの代表のもうサッカーのすげえやつ、すげえやつ、そのメッシに俺はあの日本から米持ってって茶碗に入れてメッシ持たせて写真撮るから、これできる多分俺だけだぞ。じゃあ行きましょう、バルセロナレッツゴー。実は世界初ブロックチェーン搭載の新型スマホフィニーのオーガナイザーがメッシで、俺はそのイベントに招待された。だからこのチャンスを逃さず必ずメッシにメッシを持たせつつフィニーをアピールするぜ。マジで会場着きました。いやーこれまでいろいろあったな。このだちょっと、あとはこの飯を飯に合わせるだけ。ここからは音声のみでお楽しみください。そう、大人の事情ってやつだ。次空いたら行けますね。開けば行くぞ行くぞ。あ、でも SP がっちり守ってない。行っていいのか行っちゃダメなのかいまいち分かんないよな。というわけで大人の事情で行けませんでした。ここにメッシ、ここにメッシの匂い嗅ぐわもん。あ、足まで香水つけてますね。リオネル・メッシがアンバサダーを務めた世界初のブロックチェーン対応スマホフィーニ。最高レベルのセキュリティを誇り、暗号通貨の保管が可能なハードウェアウォレットを搭載した安全に送受金が可能。またブロックチェーン技術を用いた DAP のストアや両替システム、 Android スマホとしても高スペックと洗練されたデザインのフラッグシップモデル、それがフィーニー。この動画がいいかと思ったらチャンネル登録お願いします。頑張れってやつはグッドボタンも押してくれよな。